なちょっと気になってるかもね。8時0分待ち合わせ、いつもの場所2番ホーム、みんなもまだ眠そうですね。そんな日常8時7分2車両目、向かいの人願うのなんでだろう。そんな答えはいつか聞ける。して無番ホーム、ひくじないな空模様まで泣きそうです。8時7分準備まだ、ちょっと待ってタイミング、挨拶って意識しすぎちゃダメかもです。雨宿り立ち尽くす君に傘をどうぞ。下向いたけどやっと言えた。ありがとう、ぎこちなくて初めての君の言葉聞けたから、頑張らなくちゃ、だって2日会えないからね。きっかけは突然だね、これからはよろしくなんて。月曜日頑張らなくちゃ、そっと声に出してみた。楽しそうにしてるから安心して、おはようのオーディションして、髪型もバッチリ OK。 8時7分に君が待って